おはようございます。2017年、3月の今日は、7日ですね。そうですね。今日は、沖縄から、健康クリエイター万能酵母インストラクターの吉澤直美さんを、お迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。今日で3回目になりました。はい、では直美さんをご紹介させていただきます。はい、直美さんおはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はそうですね、心と体は一つです。心身という言葉があるように、体と心は一緒なんだよということで放送を、させていただきたいと思います。はい、今日はね、私も少し楽しみにしてるんですけれども、4月の、新年度の前のダイエットにぴったり、そしてお肌もきれいになるっていうようなことで、はい、放送をしていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません、バタバタし、はい、大阪はね、だいぶ暖かく感じるんですけれども、沖縄の方はいかがですか？今朝少しですね、沖縄の人にとっては寒い朝になってます。そうですね、そういえばちょっとなんか羽織物が一枚多く全国の方には申し訳ないんですが、はい、沖縄は今朝15度ぐらいなんですね。沖縄の人にとっては寒いです。ああ、なるほど。大阪はね、まだやっぱりその 10度ぐらいかな、ちょっとね、何度かわからないんですけど、朝ちょっとこう、私とかこうマンションなんですけど、新聞を取るために1階まで行かないといけなくて、外へ出たらちょっとやっぱり、ピリッとこう寒かったですけどね。はいはい、でもまだそんなに風がなかったので、いいかなと思います。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひょっとして今日は直美さんお散歩とかにも行かれたんですか？いや、ちょっと寒かったのでそうですよねはい、そうですね、あと、今日お話をいろいろお伺いしていこうかなと思うんですけれども、なんか先日、金沢の方にも行かれてたということで。料理の勉強に金沢まで飛行機に乗って勉強しに行ってきましたすごいですね。ね、遠距離通学というかでも意外とですね、はい、私も初めて金沢に行ったんですけれども、2時間ぐらいなんですね、飛行機に乗ると。あ、はい、なので東京に行くのも2時間ぐらいかかるんですね。ですから、そんなに遠くなかったんだなっていうのをちょっと実感しました。ああ、なるほど。そうですね、はい、飛行機ですからね、案外私たちが電車に乗って行くことを考えたら早く着くような感じかもわからない。そうですよね。で、北陸新幹線というのが通ったことで金沢もすごく変わったそうです。はいはい、いろいろお飛行機や新幹線の便のおかげでもうたくさんの人がもう全国海外から来るようになって、食の文化の歴史の深さに多くの人がなんか学びに来てるんですよ。なるほど。そうね、私も直美さんの時々こうフェイスブックとかで記事を見せてもらってて、はい、こんな近くに、こういうね、いろいろね、なんか深いこうどういうのかな、文化であったりとか、そういう美味しいものであったりとか、美味しいものがいっぱいあってね、びっくりして、よく大阪もね、あんこさん食い倒れっていうような言葉で、はいはいはい、美味しいもいっぱいありますよね。はいはい、ですけど金沢って私あんまり実は詳しくなかったんですけど、はいはい、日本の食文化っていう味噌とか醤油、そして発酵っていうものなんですけれど、この日本人を支えてきたもうこの筋力っていう
く深いんだなっていうのがね、今回も含め勉強してきました。その筋力っていうのは、それはどういうこと、筋肉の筋力ですか？あ、いえ、あ、つい私こうやっちゃったんですけど、はい、体も強くなるんですけど、はい、微生物って言われる、目では見えない顕微鏡の世界の小さな小さな生き物が、まあ、私たちにすごくいい作用をするものと、まあ、悪いこともするものがいるんですけれども、いいものをたくさん体の中に取り入れると、まあ、体の健康力が強くなるんですね。でその微生物っていうのが、まあ、菌って言われる、例えばカビっていうのは悪い方になりますけれども、麹菌っていうものはお米と一緒になることで麹菌っていうことで、例えばお味噌、はい、醤油を作ってくれるものの大元に必要なものなんですよ。へー、はい、その筋力が金沢っていうのは歴史が古くて、で日本の中でも今もたくさん家庭の中にまで入り込んでるっていうのが、金沢に発酵食大学っていうのができたゆえなんだろうなと思って勉強しに行ってきたんですよ。すごいですね。ね、まあ、さらっと勉強したらもういいかなと思うんだけど、それをまたそこまでね、飛行機に乗ってお勉強にね通われる、はい、直美さんもすごいなと思うんですけど。まあ食べるのも好きっていうのがありまして、はい、金沢っていうと多くの方がご存知の言葉に寒ぶり、はい、寒い時期に油の乗ったぶりが美味しいよっていう寒ぶりっていう言葉があったり、はいはい、日本人が昔からやってきた日本酒っていう楽しく美味しいお酒は寒仕込みっていうのが美味しいよとか、なんかこう寒い時に寒い場所が工夫をして育てていく日本の文化っていうのがあるんだなっていうのが金沢にこうグーってまとまってるんですよ。なるほどね。はい、ただ私は寒いのは苦手なので沖縄が大好きですので、まあ雪の方はどうやったんですかね。雪っていうのはないですかね。はい、雪はですね、金沢は今年とっても少なくって、案外金沢の人にとっては今年はあったかい冬なんだそうです。そうなんです。それでもね、あったかいって言われても0度とか1度とかです。なるほど。ねえ、まあ、私は金沢って言ったらもう本当になんか雪国の、ね、はい、イメージがあって、で実は今年はね、主人とね、まあ、カニとか食べに行きたいねとかって言ってたんだけれども、はい、なかなかね行きそびれてしまってまだ行ってないんですけれど、はい、市場に行ってみたらたくさん並んでました。んですよね。ねえ、値段もすごく高いものから、まあ、お手軽のものまで幅もあるんですけど、色もいいし形もいいし肉もいっぱいあるなとかね、見てきましたが、それだけ出してそこは通り過ぎました。そうやったんですか。なんかでもなんかいいものいろいろ食べてこられたやろなと思いますけれどもね、今日ね、美味しかったです。お刺身でいただいてきました。何を食べられたんですか？寒ぶりですね。寒ぶりですね。はい、なんかちょっと歯ごたえのあるような感じで。そうです、そうですね、美味しかったです。はい、ですね、ね、金沢はでも、まあ、私はまあ勉強に行ったので、いろいろなやっぱり味噌とか醤油っていう文化が、はい、今私たちどこに住んでても味噌汁だとか、はい、お醤油もちょっとなんか食べるときにつけるとか、はい、まあ、日本人に欠かせないもののたくさんいろんなこう老舗って言われるね、蔵元さんがあるので、そういったところも勉強の一つとして、見てきましたよ。とても歴史もあって趣もある場所で、ちょっと観光客も受け入れる形で、やってらっしゃるところなんかに出かけていくこともできました。あ、そうですね。またね、後でちょっとこうお写真とかもね、はい、ご紹介していきたいと思います。はいはい、はい、今日はね、ポップさんっていう方ね、おはようございます、ね、お銀さん、おはようございます。ご覧いただいてありがとうございます、ね、今日はまた直美さんにね、いろいろとこうちょっとご質問とかもね、していただいてもいいかなと思いますので、またコメントの方よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、お願いします。そうですね、あとまた酵母のことであったりとか、
教えていただきたいですが、はい、今日はなんかダイエットにぴったり、はい、そしてお肌もきれいになるということで、はいはい、楽しみにしてます。はい、まあちょっと今日沖縄寒くなったなと思うんですが、こうやってあったかくなったり寒くなったりをね、全国的に繰り返してやっと春めいていくっていうのが日本の四季ですよね。はい、で、あったかくなっていくと少しずつこう洋服も脱いで薄着になって、あら、いつの間にちょっと腕が太くなってるとかね、あら、ちょっとこうこれが入らないわとかね。まあ女性ってね、なかなか難しいことがあって、体型を、ね、洋服で出ちゃうと気にするっていうこともあるじゃないですか。はいはいはい、で、見た目 の, 体のラインも美しくしたいっていう方もいれば、見た目はわからないけれども、やっぱりちょっと最近動くのがね、億劫になってきて運動不足だからちょっとダイエットしたいとか、まあ、いろんな方がそろそろ暖かくなると増えてくると思うんですね。はいはい、そういった中でやっぱり体だけ鍛えても、もし食事の面が適当だったらやっぱり体って弱くなって病気になるかもしれないし、はい、また食べ物すごく気を使ってね、もう私はバッチリですっていう方がいたとしても、もし何にも運動しなかったら実は筋肉も衰えるし体の方が老化してしまうので、やっぱりいつでもセットなんですよ。体と心はセットなので、どっちか一つやればいいかっていうとそうではなくって、まあ、両方ね、まあ、適度にうまくやれたらばもう最高にいいんですね。まあ、その辺のお話を、まあ、食っていうのが食べるだけじゃなくって、私たちの脳みそも動かすし筋肉も動かすし心もワクワクするとか楽しみも動かしていますから、とっても大事なんですよね。はい、あとね、本当に食っていうのがね、どうしてもなんか簡単に美味しくてっていう風になってしまいがちなんですけれども、はい、まあ、少し、そんなにこう直美さんのお話聞いてたらそんなに難しいことしなくてもいいのかなとかって思うんですけど、はいはい、いくつかね、これからまあダイエットとか体調を整えたいって、春に向けて健康を強くしたい、はい、で健康が強くなるとバランスが取れるから自然に実はダイエットになるんですよ。なんかダイエットダイエットって私もつい講座では言ってしまうんですけれど、はい、まあ、ダイエットっていうことの前に健康であればもうダイエットになってるんですよね。なので健康を強くしていけば自然に体調も整い心も健やかになり健康バランスが良くなりますので、実はそんなにダイエットって思ってなかったけど最近よく運動したからなんかこうね、いい感じで体調もいいわってなったりね、なるもんですから、食事だけにすごくなんかこう面倒とかなんか気が重いわこんないろんな難しいことやるのはっていう風にこう頭がボーンと頭でっかちになっちゃうと全てがこうなんかやりづらくなっちゃうので、はいはい、簡単にできる料理をね、いつも考えています。そして皆さんがいつもご自宅で、じゃあ今日からやってみようとか、うん、じゃあ今日夜ご飯だけからスタートしようとか、でそういうやりやすい方法で、私は3日間ダイエットっていうようなのも教えているし、もししっかりしっかり体質を改善したい、例えばですね、お悩みっていろんなことがあるんですが、もう本当にお肌の状態も見るからにあんまり良くなくって、そして悩みが大きいっていう方なんかには体質をね、はい、変えることも必要かもしれないですよっていうこともお話ができる方には体質改善のやり方として21日間メニューみたいなののアドバイスもしています。でもね、21日間っていうとすでにそんなにやるんですかって大変に思う人がいるんですよ。はい、なのでまあ3日間気軽にできる3日間コースっていうのを割と皆さんどうですか、3日ぐらいちょっと頑張ってみませんかって教えることが多いです。はい、なるほどね、まあ、3日、そうです、あんこさんも3日間ぐらいだったらそうですね、なんとかそうそう、なんかチャレンジしてみようかなと思えそうですかね。ね、で3日間っていうのはでも実は日本語に3日坊主っていう言葉がありますよね。はいはい、意外と3日坊主ってなること多くないですか？多いです。私自分自身も今しめて言ってるんですけど、まあ、いや3日坊主、まあ、私の場合はもっと短いかもしれないけど
なかなかこれは現代人ならではで、どうしても用事が多かったりね、やろうと思ってたけど休養ができるとか、それで三日坊主になっちゃうと思うんですが、あ、はい、私がおすすめしてるのはスムージーダイエットなんですよ。はい、でスムージーっていうのさえなかなか今うちで作らないのよっていう方が多いんですけど、はい、実は最近は売ってるお店もあったりね、まあ、買えるお店もあったりと、ちょっとだけお金もね、少しだけ外行って買ってくるでもいいので、はい、そのスムージーダイエットのポイントを抑えると、はい、作る暇がないとか、もう買い物行って野菜揃えるのも大変だし、もうスーパー行く時間もないとかいう人でも実はポイントがあるので、はい、多分忙しい人でも今日このこれから私がお話しする3日間を頑張れると、はいはい、できたかもしれないってなるんですよ。そうですか、まあ嬉しいか、そうなんですよ。ぜひだからちょっとね、やってみませんかっていうのが、まあ、今日はね、このチャンネルを通してご覧いただける方にはね、いい時間になったらいいなと思います。本当そうですね、はい、まあ、私も本当にちょっと限界まで来てるかなと思うし、まあ、結構私の周りのお友達も、春に、ね、向けて、お子さんの子卒業とか入学とかで、晴れ着を着ないといけないからダイエットしたいって思われてる方もいらっしゃるみたいなんで、はい、いいですね。3日間ダイエットってスムージーだけっていう、そんなね、すごく強制はしないんです、はい、だけどまず一番最初にスムージーの話の前にですね、一つ皆さんに知っておいてもらって、はい、でそれを取り入れるとよりスムーズにいくっていうものがあるんですよ、はい、お水なんですよ。お水、いわゆる、ま、水道水でもいいし、はい、浄水器から出てくるお水でもいいし、はい、ミネラルウォーターっていう買ってくるものでもいいんですけど、はい、あんこさん、お水ってお家にいらっしゃったり、1日を通してどれぐらい飲んでらっしゃいます？そうですね、私朝起きた時、うん、お食事の前にこのコップだいたい300ぐらい入るんですけれども、はい、これに一杯、まあ少しあったかめのお水を飲んで、はい、それから食事することにしてるんです、はい。いい習慣ですね。起きたら何かを食べる前に水とかぬるま湯を飲むってすごく素晴らしいです。あ、そうなんですか、はい、これでできる人意外と少ないんですよ。あ、そうなんです。素晴らしいと思います。あ、ね、まあ、はい、これとっても大事で、まずぜひ続けていただきたいし、はい、もしそれをなさってない方はあんこさんのようにまず起きて何かご飯的なものを食べる前にまずこのお水か左右ぬるま湯飲むのを習慣化していってほしいんですね。で、これは3日間ダイエットの中でも最低条件です。そうなんですね。最低条件でもクリアされました。一応最低はじゃあずっとね、続く、はい、な、なぜならね、そうすることによって腸の調子っていうかね、はい、が良くて、まあ言ったら便秘とかそういうことになりにくくなってくる。そうそうそうなんです。やはりお腹の調子も整えるの必要だし、これね、はい、私もよくそのダイエットの3日間の講座にいらした方にちょっとよくアンケート的に聞くんですけれども、はい、意外と飲んでないんですよ。もう朝起きたらコーヒー飲みますっていう方とか、はい、朝起きたら子供と一緒に牛乳飲むんですみたいな方が多くて、皆さんお水はその前に飲んでますかっていうと、お水はいや、お昼ぐらいになるまで飲まないかもっていう方もいるんですよ。やっぱり水分ではなくてお水がいいんですかね。はい、実はですね、私たちって起きたら、女性は特に分かりやすいんですけど、お化粧もするから朝起きたら顔洗いますよね。はい、はい、まあ、お水なり左右で洗いますよね。はい、これやらない人はいないと思うんです。はい、はい、なのに私たち人間の体って朝シャンっていう言葉が流行って、シャンプーもしたり体も洗うのを朝にする人がいるぐらいなのに、内臓って洗ったことがないんですよ。内臓ってもちろん取り出したりできないんですけど、はい、意識として外側は洗う、顔も洗う、髪の毛も洗う。どうですか、一生懸命毎日使ってる胃を洗ったことありますかとかね、大腸小腸洗ったことありますか、フル回転ですよね。あ、そうですね、24時
間休まないで働いてるのは実は中側ですよね。そうですね。血も流れてるし、栄養も流れてるし、消化もしてくれてるし、なのに一度もお休みあげたことないんですよ。お休みあげると命もね止まってしまいますから、一生懸命動いてくれてるのに、ご褒美的なケーキ3個とかあげても、それ働かせてるんですよ。なるほど、なるほど。もう重労働してるのに、そういえば止めたこともなければ洗ったこともないですよね。まあ、意識としてね、はい、まあ、本当に止めることもできないし洗うことはできないんですけど、はい、その洗うという役割として、朝お水を飲むのがさーっと体に走るんですよ。それで体の中の血液のドロドロするような非常に疲れ切った血液にもさーってシャワー浴びせるようなイメージですね、はいはい、イメージの役割があるんです。なので朝せめて自分の顔を洗うように、はい、体の中にもシャワー的なイメージでさーっと今日の自分の体さあきれいにして今日も頑張ろうっていう感じで、お水か白湯をあげてほしいんですよ。どれぐらいの量ですか？はい、量は植木鉢に水をあげるように、お花に水を入れて取り替えるように、自分の体もまずメンテナンスができるんですよ。いいです。これがねコーヒーになっちゃったり牛乳になると、もうそれにはいくらかの栄養分が入っちゃうので、もう働きになっちゃうんですね。休憩なしになっちゃうんですよ。フルマラソンしっぱなしになっちゃうので、体は、ああ今日もご主人様休憩がないんですね、もう私ずっと働いてますけどってなるんですよ。なるほど。そのお水はどれぐらいの量でを飲むんですか？はい、で実はですね、朝はそのあんこさんのようにお水一杯からでいいんですけど、レストランとか、うん、カフェ、食堂とかに行かれても、お水って日本は閉めたものでですね、はいはい、必ず出てきますよね、はい、で出てこないと、あ、すいませんお水ってこうね頼まれたりするように出てきますよね、はいはい、外国ではそうはいかないですね、有料なんですよね、お水はね。そうですね、日本人は無料で飲めるので外国人大喜びなんですけど、このお水一杯食事の前にも飲み切るとまたいいんですよ。そうするとダイエット的にもなるんですね。でお腹もまた綺麗になって、消化もしやすいっていうスタートができるんですよ。それ毎食やりますと3食あると、はい、どうですか、まあ、大体1リットルぐらい飲めませんか？まあそれぐらい飲めそうな感じですね、1リットル。ですよね。で、はい、食事の後とかにも、なんかちょっと飲み終わった、食べ終わったっていうと、ちょっとこうお水おかわりっていう時ないですか？そうですね、そうすると1リットルぐらいいくと思うんですね、はい、でよくモデルさんたちがダイエットのためにお水を飲んでますっていうのは聞いたことありますか？はい、はいはい、あります、はい、あの彼女たちは3リットルぐらい飲むんですよ。わーすごい、1日。でも3リットルでちょぽちょぽ、で普通の人はそうそう飲めないんですね。ですが1.5 リットル頑張ってみてほしいんですよ。こうすると老廃物がすごく出ていって、おトイレに流してくれるんですね、悪いもの。そして使い切ったものなのに出にくくなってるものが出やすくなるんですよ、これがデトックスって言われるものなんですよ。なるほど。で3日間のダイエットで最低の、皆さんぜひお水をね、お金もかからないし、はい、お水を頑張って飲むと実は綺麗になれるし、お腹のお掃除もしてくれるし、そしてもしも便秘症であるならば、お腹のお掃除とともにおトイレにバーンと流してくれますよ。流してくれるんですよ。それはね、モデルさんほど取らなくてもいいけど、1.5 リットル頑張ってほしいんですよ。いいですね。まあそれでいいんだったらね。ただこれお水っていうのを覚えておいてくださいね。お水でないとダメなんですよ。お水ですね。おぎんさん。顔をコーヒーで洗う人はいませんよね。そうですね。そこなんですよ。お水っていうとね、どこか2日目ぐらいになると、あ、コーヒー飲んだから大丈夫とか、紅茶を飲んだから大丈夫とか、他でジュースを飲んだから水分取ったって、ちょっと頭のどこかを切り替えたくなっちゃうんですね。はいはい。お水が
ズですね。はい、左右でもいいですよ。左右でも寒いからね、今の時期はね。それをするだけでだいぶ違います。なるほど。おトイレがちょっと近くなる方もいるかもしれません。まあ、急にお腹がゴロゴロってして、ちょっとトイレ行ってきますってなるかもしれないんですけど、これはいいことなんです。腸が動き出して、ちゃんと活動して、シャワーをしたら流してくれないといけませんので、お水がこの役割をします。はい、お水3回に分ければいいので、食前と食後で分けると、案外クリアできます。なるほど。これだけでかなり違うんですよ。いいですね。はい、あのお銀さんがね、夜寝る前にお湯かお水を飲んでいましたって、明日から朝起きてからもやりますって言ってますけども、はい、夜寝る前にお水は飲むっていうのはどうなんですかね。とってもいいと思います。なるほど。とってもいいと思いますよ。はい、お年を召した方で、寝る前は朝なるまでトイレに行くかもしれないっていうのがとっても嫌で、我慢をして喉も渇いてるのに、夜はもう何にも水分取らないで寝るっていうお年寄りの話時々ありますけど、これが体を壊すんですね。で、おトイレは行くべきものだし、出すべきものだし、辛いとは思うんですね。眠いのに起きなきゃとか、寒いのに起きなきゃはね。でも、体の仕組みとしては、出すべきものは出さないと今度、不具合が起きて、体の中に便秘症とか、それから血液もドロドロになっているんですよ。それが全体的な他の病気に及ぶことがあるので、夏で言えば熱中症ですよね。はいはい、水分取らなくてトイレに行きたくないからっていうお年寄りの話があるように、結局人間は実は水飲みたい時に飲んだ方がいいし、飲みたくないとか飲むっていうのをもう意識しないと取れない時代になってきてしまって、それだけジュースだコーヒーだ豊富なんですよ、飲むものがね。だからなんかコーヒーで喉だから水分取った気がするみたいになっちゃうとダメなんですね。人間にはミネラルっていう成分が必要なんですね。この成分がお水で少なからず補えるっていうことがとっても大事なので、ミネラルっていうのが人間にどうしても最低必要な栄養素に一つに入ってますので、なんかこう何かを食べて組み合わせを考えるの大変な人はとにかくお水を最低限飲むこと大事 で寝る前に取るっていうのはとってもいいことで、もう夜私たちがお風呂に入るよ、はい、シャワーをしてすっきりして寝るように、お腹の中にもこうね、一日中頑張った胃や腸をはいおやすみなさいっていうので促してあげて、非常にいいと思います。はい、お銀さん良かったですね。はい、ね、そうやってお水を飲まれてるっていうのはね、なんか理にかなったことをされてたんですね。とってもいいです。これね、私が言ってるだけでなく、アーユルヴェーダーっていうね、はい、インドの予防医学でも、はい、朝起きたら白湯を飲みなさいっていうのはもうね、インドの方だったらもう当たり前の話になるくらいなんですよ。はい。じゃあ、私もちょっとこう、もう少し、気をつけて、お水を少し多めにね、飲みたいと思います。そうですね。はい、それと、はい、朝に意識をして、できれば果物を食べるとか、スムージーっていうのが食べるといいんですね。うん、そうですね。それがもう今ね、現代人忙しくて、スムージー作る暇がないとかね、ミキサーをね、出したり洗ったり、めんどくさいっていう人が多いんですよ。はい。で、もうしょうがないんです。でしたら、大事なことは、バナナか、リンゴかなんかをちょっと買っておいて、はい、日持ちもしますからね、バナナやリンゴなら。それから、そうですね、キウイでもいいですよ。一年中あるキウイね。はいはい、どこの、ね、地域でもキウイなら買えるかと思いますし、はいはい、そういった果物を、まあ、この時間なら、この時期なら、みかんとか、ちょっと剥いただけでポクッと入るようなみかんとか、はいはいはい、そういったのでもいいです。朝に果物から取る果糖っていうんですけど、はい、入ってる糖分がありますね、はい。それを食べることで、脳みそにエネルギーがいくんですよ。で、朝はどうしても、皆さん起きるときにちょっとぼーっとするのとかね、すっきりしないとか、まだ眠いわっていう人もいるかもしれない。はいはい、お子さんにしてもね、はい、もうぼーっとして、早く起きなさい、シャキッとしなさいなんてことがね、親御さんおっしゃるときがあると思うんですけど、これは頭
頭の脳みそを動かしてあげないといけませんね。はい、はい、で動かすためにはとっても必要な糖分っていうのがあるんですけど、はい、みんな糖分っていうとカロリーが高いとか太っちゃうとか心配するんですけど、朝の糖はエネルギーになって燃え尽きますから、はい、糖分は朝取れば大丈夫なんですよ。なので朝に意識を置いて脳を働かすっていうことで、お仕事もできる、勉強もできる、家事もできるっていう脳の活力源のエネルギーとしてバナナ1本でもいいです。リンゴをかじってもいいです、はい、でそれらをミックスしてスムージーに入れてもらって、はい、ミキサーに回してもらってもいいですので、はい、朝に果物っていうのを取るのをちょっと意識するだけでお腹の中にもエネルギーが降りていきますから、はいはい、消化がすごく早いんですね。なるほど。消化が早いということは胃の選択のお時間が短い、はい、胃が働く時間も短いから体も楽です、はい、それが栄養にすぐ働きますから、はい、私たちの体が活動を起こして燃やしてくれて新陳代謝になりますので、はい、一番いいエネルギーになってさっさと体の中で働きますから、燃えかすが残らないんですね。ということはダイエットしたい人にとっては体の中にもたまりませんから、はい、非常にいい食べ方として、お腹も空かずに美味しい糖分も取りながら、はい、はい、お昼に向かってエネルギーを燃やしていくことができます。なるほど。こう食べる順があると思うんですけど、まあ、例えば、朝果物を食べてから、まあ、言ったら、トーストとかご飯とかを食べるといいとか、食後のデザートっていう形で、食べたらいいとかっていうのがあれば、そうそうそう、あるんですね。いいことを聞いてくださいました。はい、なんか私たち日本人って多分ね、ずっと昔にバナナが贅沢品だったっていうね、昭和初期のお父さんたちの話があるんですけど、はい、そのせいで果物を取っといてデザートっていう風に思いがち、はい、でフランス料理とかね、どっかフルコース食べるとデザートに果物がちょっとイチゴがね、ケーキに添えてあったりとか出てくるものですから、なんか贅沢品でデザートってイメージがあるんですね、どうしても、はい、ところがそれはですね、時々だから贅沢品で食べてたっていうことで取っといたっていうようなね、もったいない取っとこうっていうね、はい、精神がある時代までの話です、はい、その頃にはコンビニもないし、はい、デパートもねそんなにないしっていう時で、だからデザートに食べても体は時々だからいいんですけど、うん、毎食後のデザートにもしもそれをやっていたら太っちゃいます。あらら、はい、で果物がなぜいいかっていうのは糖分があるだけじゃなくって酵素っていうのがあるからなんですね、はいはいはい、生きてる食べ物に酵素があるんですよ。その酵素っていうのを丸ごと食べることで酵素の働きも私たちはちゃっかり利用してるんですよ。ちゃっかり利用してます。で酵素は加熱に弱いので、はい、火が通ってしまうともう酵素の働きができないんです。壊れてしまってるんですね。なので生のままバナナをかじるとかリンゴをかじるとか、まあ、イチゴを食べるとかっていうのはさっと糖分も脳みそに栄養もいくし、うん、酵素もお腹の中で消化酵素の役割を助けてくれる、うん、っていうことでとっても生で食べると有効成分的に体にいいことをいっぱいしてくれるんですね。ですがトーストとか、あるいはおにぎりとか、はい、ご飯を食べた後に果物を持ってくるともう火が通った食べ物ですよね、はいはいはい、火が通った食べ物っていうのは酵素がないので、お腹の中で分解するのに時間がかかるんですね、はい、ゆっくりゆっくり栄養をうまくうまく小さくして細胞に入っていくように栄養になるようにすごい時間がかかるはい、バナナや果物は40分とか30分なんですね、ですけどトーストとかおにぎりってお昼になってもまだまだ消化が終わってないんですよ。実はそうなんです、ね、います。へー、ですから洗濯機だなって胃をちょっと想像してください、はい、おにぎりやトーストを食べた洗濯機が今スイッチ入った洗濯回してる、そこにあなんかいいもの来たよって言ってポンって入れちゃうと、あ今もうちょっとであとちょっとで洗濯仕上がるのに、あまた今入れちゃったのどうするどうするって洗濯機だったらなりませんか、はいはい、で子供かなんかが一
手ぶらで、ちょっと、あ、なんかこれも一緒にいいなって入れちゃうと、お母さん怒りますよね。はい、何やってんの、もうすぐ洗濯あるところに入れちゃダメよ、なんて。はいはい。胃も同じことなんです。なんか後から酵素が効くやつで、目と心は美味しいもの食べたい、デザートそこにある、いいものある、食べたいってやっちゃって、取っといたのよ、これ、なんて冷蔵庫からイチゴが出てきて、食べようなんて思って、出して胃に入れちゃうと、さっきおにぎり入ったんですけど、今回ってるんですけど、今入れちゃうんですかって、今実はですね、とっても待ってくださいって言ってるんですよ。はい。ですから、食べる順番を逆にするといいんですね。はい、逆にして、先に果物を食べておいて、はい、糖分も脳みそにすって栄養であげて、はい、体はさっさと、もう30分ぐらいしてると、なんかお食事とかレストランとか行ってると1時間ぐらいいますから、はい、食べる順を気をつけていれば、生ものから食べていって、はい、酵素のあるもの、例えば果物って出てこなかったらサラダからとか、はい、生もの的な、なんかあの火の通っていないもの、ちょっとトマトかなとか、ちょっとそこにあったらこう先に食べるとか、はい、ほんのちょっとの気遣いで、体の中の構造は、待って待って、順番にやるまで、まだ終わらないよって、ちゃんとお利口さんなので、待たせながらやりますから、うん、そして体の順番がいいように、いいように消化してくれますから、そこを気をつけるだけでも、体の負担が少ない、栄養をちゃっかりしっかり取れる、そして軽快に活動して燃焼させちゃう、燃やすっていうことが大事なので、燃やして使ってくれるっていうことにしないと、いつまでたってもどこかにくっついたままになってて終わらない、終わらないですね。はい、その辺意識変えていくだけでかなりダイエットになるんですよ。はい、じゃあちょっと、じゃあまあ朝、フルーツを食べて、もうすぐにあのパンとか食べてもいいんですかね。少し時間置いてから食べた方がいいんですかね。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。はい、なので本当はパンとバナナかなんかを食べたら、本当は30分ぐらい待つといいんです。なるほど。待てないんですよね、忙しいから。そうですね。朝出かけなきゃってなりますよね。なので朝ごはんなんですけど、ほんのちょっと意識を変えて、このダイエット3日間ということだけの、はい、でいいですから、はい、他の日のことはちょっと後に置いてもいいので、はいはい、3日間は間空けて待ってみましょう。はい、これが大事なんです。あとなんか朝昨日もらった写真の中に、スムージーボールっていうのがある。はい、これでもいいですよ。そうですね。ちょっとじゃあ、写真の方をご紹介していて、はい、いいですか。はい。はい、どの辺ぐらいから、スムージーのところから。ご紹介していきましょうか。はい、じゃあちょっと、はい、皆さんお待ちくださいね。なかなかね、すぐにスムーズにいかなくて。すいません。はい、じゃあちょっとお待ちください。ちっちゃくしてね。私が日頃自分が作って食べてるスムージーの写真をね、はい、南子さんにどうですかって そうなんです、お送りしてるので、昨日ちょっとね送ってもらったんですが、はい、ちょっとお待ちくださいね。ね、すごくもたもたしててすいません、はい、スムージーってなんか皆さん難しいとかね、めんどくさいと思うんですけど、実はすごく栄養も取れるし消化も早いので、固形物を食べるよりは体にも早く消化もいいし栄養も吸収できるので、おすすめ。ご覧になっている皆さん、ね、リキファー持ってますかね。そうですね、まあ、うちもね一時期主人スムージー作ってくれてたんです、はい、だけどもうしばらくしたらもう止まりましたね、はい、じゃあちょっとこんな感じで、ね、いろんな方法がありますからね、はい、はい、ありがとうございます。こちらちょっと待ってね、グリーン色のスムージーがありますね。そうですね、はい、ちょっと待ってね、よいしょ、こちらですね、今、はい、スムージー映りましたか。はい、でね、はい、緑色を見るだけでもうね、野菜がちょっと苦手な人なんか拒絶反応が出ることもあるんですが、別に緑色のスムージーじゃなくても皆様大丈夫ですが、緑色になるにはやっぱり葉野菜っていうものを使うんですね、葉っぱ類の野菜なんですけど、はいはい、そういった野菜には非常にサプリメントっていうね、錠剤で売ってる栄養的な補
プリメントよりもたくさんの栄養が取れるので、サプリメントって売っている錠剤って便利そうに思えますけれども、はい、酵素はないんですよね、もう分かる通り。ああ、加工してあるからっていうか、はい、で生野菜ってその加工してないから酵素があるんですよね。で、酵素がある方がそういう意味で栄養に早く吸収分解もよくって働いてくれる燃えるエネルギーになるんですよ。なるほど。サプリメントが悪いわけではなく補助的にはすごくいいんですけれど、ただその酵素がないっていう部分で本当に調子が悪くて病気的にもう食事もままならないとか、それが長期的にわたってるっていう時にはもうものすごい勢いでやはり栄養素源がたくさん必要ですから、はい、非常に有効に活用できると思うんですが、日頃毎日ね今現在そんなに健康で寝込むような人ではなければ、はい、こういった液体の方が早くそれこそ分解吸収しますから、ええ、もう今日の今日で効き目が出るっていうような感じになるんですよね。あ、なるほど。はい、だからまあ、ちょっと古い CM ですけど青汁まずいっていうのがちょっとありましたでしょうか。はいはいはい、本当にまずそうに飲む人がやってましたけど、はいはい、ですがあれはやっぱり効き目を感じられて今でも青汁っていろんな商品が続いてますよね。そうですね、はい、緑色のパワーってあるんですよ、ね、なるほど、はい、でそれも生で取ればなおさら効能が非常に多くて鉄分だなんだって細かいこと抜いてもですね、はい、クロロフィルっていうのが取れるんですよ。クロロフィルで本当にね、ああいうサプリメント的な青汁とかっていうのもいいと思うんですけれども、はい、あれはやはり、通常飲まない量まで飲むじゃないですか、取るじゃないですか。そうですね、あと本当に適してない場合もあるんですよ、良かれと思って合わない人でも飲めちゃうので、そう水で水とね、そうなのでそれが合ってるかどうかっていうのが案外判断できない人もいるんですよ。私と主人もね、スムージーをずっと飲んでたんですよね、はい、ところがその上に青汁もね飲み出して、で青汁も何杯も飲むんだから、である日病院で腎臓がね悪くなってますよって言われて、で原因は何やろ何やろって言ってて、ひょっとしたら私、はい、そのね、青汁のその健康食品ね、まあそれ以上に主人は飲むもんだから、だからそれ飲まない方がいいんじゃないとかって言ってたら、やっぱりお医者様に、なんとなくこう聞いてみたら、あ、それですよって言われた。やはり、野菜も主人の場合は火を通して、食べるようにって言われたらしくて、はい、なるほどですね、はい、まあ、症状がねいろんなことですでにこう何か病院としての判断で出てる方はやっぱり注意が必要になりますが、まあ、日頃の栄養を強くするとか、そうそうそう、まあバランスがうまく取れてないいう方なんかにはすごく手軽ではあるんですね。だからスムージーにすればそんなに取れないじゃないですか、言ったら青汁とかは本当に何百倍とかっていうような量になると思うんですよ、はい、普通のごく一般的な食品から取るスムージーにしとけばそんなに必要以上までは食べれないかなと思うので、そうですね、だから、はい、まあ、酵素が生きてるのでね、お腹が本当にもういっぱいになりやすいんですね、でこういった緑色のスムージーが苦手な人は、まあ、お野菜類もね、苦手であれば、まあ、果物の方から入ってもらったりしてもいいと思いますし、さっきちょっとお話しいただいたスムージーボールっていうデザートみたいに食べてもらってもいいんですね、はい、昨日ねちょっと送ってもらったね、これは何ですか。これはねスムージーではなく、デザート的に楽しめる、まあ、ローフードという中のデザートになるんですが、つまりは酵素が生きてるんですね、でこれねすごくとっても手軽にご自宅でぜひ皆さんやられるといいなと思って、あんこさんもどうかなと思ったんですけど、はい、これは沖縄にはよくあるアロエベラというのを使ってるんですね。はい、大阪も私は沖縄からアロエのこうちょっと
肉厚的なアロエを買い求めて、そうそうそう、その一つの葉っぱのようなものからあの、はい、どんどん根っこができて、はい、で今2株ぐらい、まあ、多分2つぐらいこう植えたんだと思うんだけども、2株くらいね、はい、やっぱり茂ってきてね、で、はい、時々こうそれをこうカットして、主人があの薄く切って、であの果肉だけをね、はい、薄く切ってわさび醤油で食べたりとか。あ、いいですね。あの沖縄では料亭でやっぱりこう居酒屋さんとか料亭さんとかで刺身で出す場合もあるんですが、これはですねそれをデザートにしたものです。いいですね。で生のアロエをまあ細かくただこうね刻んでプリンカップのような入れ物に入れているだけで、ええ、色はですねこれシークワーサーなんですよ。あまあ、シークワーサーがなければライムとかレモンでもね、ええ、いいと思うんですけど、はい、オレンジジュースなんかでもいいんですけど、ええ、柑橘系のそういった液体の絞り汁ですね、はい、に蜂蜜とかメープルシロップで、はい、手軽に手に入りますので、それを、まあ、好きな濃度で混ぜ合わせたものをアロエベラにこう浸してですね、もうゼリー感覚、ナタデココのような感じで、はい、あの食べていただくローフードのデザートなんですが、はい、これがですねもちろんこの柑橘系のものにビタミン C とかクエン酸っていう、はい、こう疲労回復とかあるいはこう運動した人の体の疲れを取り除くっていうような、作用があったり、でアロエベラっていうのがですねとてもこう胃の調子にもよくて、つるんってこう喉元も気持ちよくないですか。はいはい、美味しいですよね。まさにお刺身みたいな感じで、はい、まあ、食べやすいので、あの、まあ、食べすぎるっていうほど食べないと思いますので、一人こうねあのプリンカップ1杯分ぐらいのものをですね食べていると、実はですねすごくお肌の調子を整えてくれるので、ね、あのスキンケア商品なんかによくアロエ化粧水とか、はいはい、アロエクリームっていうハンドクリームがあったりするように、はい、お肌の調子を整えるというアンチエンジングな老化防止的要素があるんですよ。でダイエットするとなんか肌がかさつくのとかね、うん、ダイエットするとなんか老け込むのが嫌だとかね、はい、こう痩せすぎるとシワがとかねいろいろ悩みがあるんですよね、はい、アロエベラを補いながら楽しく美味しいデザートにしていくと、お肌が健やかに、はい、そして化粧水とかハンドクリームがあるようにお肌がとてもアンチエンジングで若々しくみずみずしくいられるんですよ。いいですね。だから男性ももちろんだから召し上がるとお肌がね、あの若い感じに、はい、あのキープしたいっていうね、もう強い男のねキープでピカピカ感を出していただければと思いますので、これは本当にあのおすすめなんです。もう火も使わずただアロエをね切って剥いて、こうスライスなりこう刻んでいただいて、柑橘系のレモンだオレンジだシークワーサーと蜂蜜を混ぜるだけでとっても美味しいです。いいですね。ね、じゃあちょっとそれはなんか簡単にできそうな感じがするので、この間私伊是名島っていうところに、はい、やっぱり料理教室を出前で行って、あ、はい、あの認知症予防料理っていうのの先生で呼ばれたんですね。へえ、そういうのもあるんですね。はい、つまり脳みそを元気に健康にしようっていうことですね、うんうんうん、その時もこれをお勧めしました。へえ、なぜかっていうと認知症とか脳みそっていうとなんか年配の方を思い浮かべるかと思うんですけど、はいはい、このぐらいのこう認知症を気にする世代っていう風になりますと、やっぱり見た目が若々しくありたいでしょっていうとやっぱ喜んでくださるんですよね、はいはい、なのでそういう方のおすすめデザートとして、あの頭にどうのとか脳みそにどうのっていうよりも楽しくね、そして安く楽しめるデザートで健康にいい、しかもアロエは酵素たっぷりです。あ、生で食べますね、でシークワーサーも生絞りですから、はい、生もので酵素たっぷり分解力もあるので、皆さん頭も健康にするにはお顔も若々しくいられるデザートですよってお伝えしました、うん、ありがとう。で、あのやっぱこうデザートっていうのはやっぱ食後って感じるんですけど、これもやっぱ食前に食べるといいですかね。あ、そうですね、あのおやつの時間って考えてもいいですよ。3時のおやつとか時の、ね、10時のおやつ、あ、はい、はい、なんか女性はおやつの楽しみがないとダイエットしててももう我慢できないってなるじゃないですか、はいはい、
で脳みそも糖分を欲しがります、疲れると。はい、だからってこう白い砂糖が入っているものは消化も良くないので、はい、こういったものをうまく活用すると満足感とデザート感をおやつに楽しめますので、はい、酵素たっぷりで若々しく消化も良く、はい、ダイエット的にもすごくいいですね。なるほど、ね、あのおぎんさんがね時々こう書き込みしてくださってるんですけれども、おぎんさんはあの朝から食欲が湧かないのでリンゴやバナナを食べていました。偶然ですか、が良かったですって言ってね。で寝る前にお湯を飲んでっていうのはね、このあのスピジャ TV で鑑定団っていうのをしてましてね、はい、そこにあの浅野めぐみさんっていうあの鑑定士の方がいらっしゃるんですが、はい、その方からのアドバイスだそうで、はい、まあ、やっぱり、はい、なんかいいことをね、あの自然とこうお銀さん取り入れてねされるといいですね、はい、やはり人間の体はね正直なんですよ、うん、気持ちがなんかいろいろ頑張ろうとしても体が欲しがるものって必要なものなんですね。だからあの自然に喉が渇けばお水が欲しいって思うように、はい、あの寝る前に何々だから何々しちゃいけないとかって思うと、うん、それはもう精神が、ね、苦しくなるので、はい、体が必要なものっていうのはもういつもやってらっしゃる中にきっと自然にやってらっしゃることがいいこともたくさんあると思います。なるほどね、まあ良かったですね本当にね。で、はい、これあのちょっとあの絵が変わったんですけれども、あ、はい、あのこれはね、はい、まあ、いわゆるスムージーをコップに入れたものですけれども、はい、その真ん中辺になんかこう黒っぽいようなゴマみたいなのが乗ってると思うんですが、はいはいはい、スムージーも実はねこういう遊びとかアクセントを入れるともっとあ美味しいとかもっと飲みたいってなるのの一つの提案なんですけど、ね、これは沖縄でいうですね島胡椒っていうのを載せてるんです、はい、胡椒ですよ胡椒、すごいですね、まあ、沖縄の人はピパーズとかヒファーチとか言うんですが、うん、あの手に入らないとこは黒胡椒でいいんですよ黒胡椒、あのよくお肉料理なんかに胡椒かけたらちょっと美味しくなったりしませんか、はい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 、だからかけないよりかけた方が美味しくなるって思うときありませんか？思います、はい、はい。同じようにスムージーってちょっと甘い感じがする組み合わせだと、はい、こういうのをちょっと乗せると食感とか喉越し、それから鼻にも胡椒の風味が届きますから、ちょっと気分が変わりますね、で気分が変わるってとっても大事で、わずか3日間のスムージーだ果物だ取り入れて、ダイエット的なの組み合わせでって言ってもまた果物で甘い感じとか、はい、また野菜で青いのっていう気分がちょっとこう落ちる時があるんですよね、うん、はい、そういう時にこういう、まあ、これは黒胡椒なんですけれども、はい、胡椒っていうのはやっぱりちょっと刺激がありますから胃の方にも活力がまたピリって入るんですね、同じものばっかり食べてるとやっぱりですね、あの体の方も慣れっていうのが起きまして、はい、心も慣れっていうのがあって、はいはい、あの大したこう起伏が起きないんですよ、はい、気持ちの起伏も起きないので、はい、すごく大事なんですね。でまたそれぞれにあの効果効能があるんですけれども、はい、例えばこれが胡椒じゃなくてシナモンでもいいんですよ。あ、なるほど。シナモンなんかを乗せるのも私はよくやります。へー、なんでかーっていうと、はい、シナモンは女性ホルモンにすごく働きかけるので、あの生理痛だとか婦人病とか、冷え症とか、そういったものを非常に循環よくしていくっていう元々の性質があるんですね。なるほど。なのであのシナモンは例えばアップルパイなんかにも入ってたりするし、はいはい、シナモンティーっていう飲み物にもね、はい、あったり、はい、女性は親しんでますよね。そうですね、はい、そのシナモンを、こういうスムージーの上にかけて飲むことで末端の冷え症の緩和になったりですね、足先指先が冷えるのよっていう人は、あのそういうことの予防とか改善っていうのの目的としてシナモンを入れてもいいし、もう風味そのものがあの非常にいいので気持ちよくなるってすごく大事なので、気持ちを非常にリラックスさせるっていうのにもシナモンいいので、こういう形でダイエットダイエットっていう脳みその緊張とか、なんか脳みその
メリハリの張りばっかりついても本当に疲れが出ますから、ええ、リラックスっていう意味でもいろんな香辛料を楽しむっていうのも付け加えていいんです。なるほど、ねはい、まあ、楽しめますね。楽しめます。私なんかここにですね、ええ、シークワーサーの皮の部分をこうなんですか、こう大根おろしをおろすような、あ、なるほど、細かくこうおろしてのせても風味が上がるので好きですよ、はい、そうです。まあ、まあ言ったら柚子をこうあの乗せるようなそんな感じですかね。はい、柚子でもいいですよ。いいですね。はい。じゃあこのちょっとこっちからまた綺麗な、こういう食べ方もぜひ皆さんにお伝えしたくてですね。はい、はい、これはですね、上の部分はドラゴンフルーツなんです。ピンク色、はいはい、鮮やかなのは。はい。でドラゴンフルーツでなくても大丈夫ですよ。いろいろな果物のそういうスムージーのようなものを作っていただいて、下に見えているなんか茶色っぽいとこですね、はいはい、これはチアシードっていうものです。なんか聞いたことある、聞いたことあるんだけど、何やったかな。うん、そうですよね、はい、チアシードっていうのはもう今本当便利になって、まあ近所のコンビニからスーパーからどこでも、まあ、買えると思います、はい、それぐらいもう何年も前だったら特別な専門店じゃないと手に入らないようなものが、はい、チアシード入りのクッキーが、ね、コンビニで売ってたり、ええ、チアシード入りの飴が売ってたりっていうのが、まあ、ちょっとこう見るとあるんですね、はい、でそのチアシードっていうものなんですが、はい、チアっていうのが植物の種の名前なんです。あ、はいはいはい、でシードっていうのはあの種っていう意味なので、チアの種っていうことなんですけど、はいはい、シードって例えばカボチャだったらカボチャの種っていうのをパンプキンシードって言ったり、ひまわりの種だったらサンフラワーシードっていうように、まあ、英語で表現しちゃってるチアシードっていうものなんで、はい、種なんですけど、はい、これがチアっていう植物が何かって言ったら、はい、もうこれがですね、古代のマヤ文明とかね、そういう時代からもうずっと地球上にあって、はい、非常に食べ物だとか植物が少ない地球の創世紀の時代からずっとあるそうです、はい、でそれも南米の方に原産してるんですね。で日本にはねなかなかなかったものなんですけれど、まあ、今こういう流通も世界に回ってくるからようやくね日本でも簡単に手に入るようになったんですけど、じゃあそんな昔からあってどうやってこう今こんな風に現代人が食べるようになったかっていうと、スーパーフードっていう言葉があるように、いろんな栄養素がぎっしり入ってるんですね。で昔はこんなにいろんな食品もなければ料理方法もない中で、はい、昔々の人たちはチアを食べてたらご飯はいらない、そして昔々いろんな戦争がいろんな国々である中で、はいはい、兵士が戦うときに食べてきたものがチアの種だったんですよ。へー、つまり疲れ知らず、なるほど、そしてエネルギーが出る、へー、戦うファイトも出る、戦うっていう要するに体力が出るってことですね、はいはい、戦闘能力っていう意味ではなくて、はいはい、体力があるっていうことですね、はい、で昔は電車もなければ車もないっていう時代にもう向こうの山まで走っていって、はい、領土争いだとか、向こうの山まで我が姫を迎えに行くとか、ええ、いろんな、ね、国々ではあったはずなんですけど、はいはい、この南米という非常にあの気候もあの暑い国で、さらに山が高くて向こうに行くなんて考えられないっていうのも、このチアっていう種を食べて、ええ、今でいう何、ちょっと前にお菓子で流行りましたけど、これ食べたら舐めた走るみたいなイメージですよね。はい、グリコかな。このスーパーフード的なものがチアシードです。でよく言われてるのがオメガ3っていう言葉なんですよ。あ、はいはい。なんとなく最近ね、巷にもオメガ3って書いてある食品が増えてると思うんですけど、はい、これがチアシードに実はいっぱいあるから、昔の人は理屈も知らない、化学分析も知らないけれど、食べたら元気だ、食べたらなんかファイトが湧く、そして健康だって、もう体で分かって食べてきたっていうものなんですね。そのチアシードをこの水でふやかすっていうことで、私たち現代人はプルプルーンってした食感が楽しめるんですよ。なるほど、
そういうのだ。ゼリーみたいなプルプルっていう感じで食べれるんですね。はいはい、なので、水に浸して使うっていうことを一つ覚えてもらうと、果物と混ぜるともうゼリーみたいなんですよ。へえ、いいですね。つまりデザートみたいにして、スムージーをスプーンですくって、なんかもうヨーグルトとかゼリーみたいにして、食事として食べれるぐらい、スーパーフードの栄養がぎっしりなんです。このチアシードっていうのは今もうどこでも買えるんですかね。買えますね。あ、なるほど。ただ、はい、使い方を、こう袋に書いてないものもあって、どうやって使うのかしらとか、はいはい、ただゴマみたいにかけちゃって、使う人もいるんですが、残念ながらゴマのように袋をただ開けて、ふりかけみたいにかけて食べちゃうと、一切栄養は働かないんですよ。あらら、へえ、そうなんですね。なので、こんな風に水分と一緒に摂るっていうことをすると、栄養が全部働いてくれるんですよ。へえ、そうなんですね。まあ、素晴らしい。いいことをお聞きしました。しかも、実はですね、隠れたダイエット商品がみんな入ってます。ほう、そうなんですね。なぜか、お腹に入ると、10倍に膨らむんですよ。あ、なので、スプーン1杯をもしチアを買ってきて、水に浸していたら、はい、試すだけでもあっという間にプルプルプルってコップの上にこう膨らんできます。これがお腹に入ればさらにまた10倍にいきますから、お腹がつかないんです。あ、そう。じゃあ、それで、昔は食べ物も少ないし、大したものが木々になるかっていうと、一年中あるかわからないようなところでも、これを取っておいて、これが種ですから、はい、まかなければ取っておけるんですね。で、お腹の中に、こうね、ちょっとずつでも10倍になるので、向こうの山まで走っていけるんですね。お腹がつかないですね。なるほど。というのは、やっぱり種っていうことなんで、栄養分が、あるんですかね、はい、凝縮されてます ね、 凝縮ね。もちろんこれチアっていう種なので、鉢植えにこうね、お水と一緒に土の中に植えたら芽が出てきて葉っぱが出ます、でそれで結局種ができるわけですよね、はい、ですがその種っていうところに栄養がいっぱいあるので、私たちはかぼちゃの種も食べるし、はいはい、周りの種もあのお菓子でチョコになってたりね、はい、いろいろあるの食べるのもみんな栄養があるから食べるんですね、はい、そうですよね。じゃあ栄養があって、で、まあ、なおかつこうあの脂肪分とかそういうのが含まれてないというか、あの余分な、オメガ3っていうですね、その、人間の体では作ることができなくて、外からの食べ物しか取れない必須栄養素がこのチアにあるんですね。はい、で、まあ、その他にも、鉄分とか亜鉛とか、こんな小さいこう要するにゴマみたいなちっちゃい種なんですけど、はい、鉄分からカルシウムからいっぱいありまして、実はこれはですね、認知症予防にもいいし、それからよく乳がんの方なんかも、非常に活用して料理に取り入れていて、がん予防とかがん細胞にも働いて抑止効果が非常に期待されているもので、チアシードがですね、ずいぶん前に一回ブレイクしてるんですけど、その時は医学的にですね、特に女性なんかに多い病気とか、乳がん的な、乳腺とか乳がんとかっていう、病気を患うとか、患ったという回復食とかにも、そこに補うために必要な栄養が全部あるっていうことで、積極的に摂ることで非常に改善した例があるので、チアシードはもう、女性も食べやすいゼリー状になりますので、非常にいい補助食的に思われていたんですが、それが現代ではスーパーフード、結局は、現代人が取りにくい栄養素が小さな種に凝縮されてるっていうことで、もういっぱい取りましょうってなったんですよ。なるほど。この今この写真を見せてもらってる部分はですね、これ下の方に、その、チアシードがこう固まってる状態です、はい、まとめて入れたんですね、まとめ簡単に、そして上に乗せるとこう2層になって楽しめるので、はい、そうですね、まあ、プリンで言えばカラメルソースを下に入れて、はい、上にプリンのねクリームのところを入れて、こう2層ですくうのが楽しみってないですか。はいはい。じゃあこれって言ったら、混ぜて食べたらいいんですか。そうです、混ぜても一緒に全部ミキサーに入れてトロトロにしちゃっても構わないんです、ただ見た目と
楽しみを私は好きで、なるほど、混ぜてしまうともうただごくごく飲んでしまえばいいんですね、はい、ですけどこうスプーンですくうっていうとなんかこう楽しみが増えて、またゆっくり食べれるんですよ。なるほど。その方がこう満腹感もなぜかお腹の中に入る速度もやっぱごくごくって飲むよりは、非常になんかあもうお腹いっぱいになったわって満足感があるんですよ。いいですね。なんかね、綺麗しね。はい、チアシードもぜひですね、ダイエットの3日間にうまく活用して、もちろんめんどくさい方はもうこうミキサーでぐるぐるぐるって回しちゃっていいんですけど、じゃあそのチアシードお腹で膨れますから、ダイエットするとすごくいいし、これにも本当にアンチエンジ効果がたくさんあるので、はい、美肌になりながら美しくなりながらお腹のいっぱい感が長時間続くのでダイエットに活用におすすめなんです。はい、じゃあこの、チアシード今この写真にこだわってるんですけれども、はい、やっぱり水分お水を含ませてあるものがそこに入ってるんですか、それとも。そうですね、作り方としては、はい、そうです、ごめんなさいね、チアシード買ってきたら、食べる直前にですね、はい、食べる直前に自分がどれぐらい、食べたいかっていうこともありますが、はい、例えばもしこのコップで言えばスプーンにこれ大さじ1ぐらいですね。そうなんですね、大さじ1ちょっと多いかな、でも大さじ1だと大さじ半分ぐらいでいいか、はい、大さじ半分ぐらい、さっきのあんこさんが持ってるカップぐらいの大きさだったら、はい、大さじ半分ぐらいのものをですね、はい、10倍の水に浸してください、はい、だから、大さじ半分で 7.5 ぐらいなんですよね、 7.5cc ぐらい、だからその10倍って言ったって大した水じゃないんですけど、はい、あ本当ですね、はい、だからちょうどこれぐらいの写真ぐらいになると思うんですけど、はいはい、それに浸しておくと、10分から20分浸しておくとも結構膨れます、でもね待ってるのがめんどくさいんですね人間って結構待っとくんですか、10分ぐらい10分ですね、膨らんでこないので、はいはい、こう忙しい人待つの嫌ですよね、はい、前の晩にあのペットボトルとか好きなタッパーウェアに入れて、水入れて冷蔵庫に入れとけば何時間でもそこで膨らんでいてくれますので、なるほど、水に浸して作っておいてそれをコップに入れて、で上に好きなスムージー乗せるとこうなります。なるほど、わかりました。はい、ありがとう。すいません、遅れました。いえいえ、はい、じゃあいいですね。じゃあこの本当にいいお話ありがとうございます。ね、じゃあこちらは、はい、かわいらしい。これもチアって書いてありますように、はい、そのチアシードを使ってキウイとバナナをチアシードと3つだけをミキサーにかけたものを、こういうプリンカップのようなコーヒーカップのようなものに入れるとトロトロするんですね。なるほど、はい、先ほどのものはスプーンで別々に食感を楽しみたいっていうものなんですが、はいはい、これはまさにそれを混ぜたやつ、はい、混ぜるとほんとにゼリーとヨーグルトの間ぐらいのプルルーンっていう、プルプルプルって商品名言うとあれなんですけど、昔よく流行ったフルージェっていうような感じになるんです、はいはい、なるほどそんな感じになるので、女性は多分好きだと思うんですが、はいはい、それを食事としてあるいはおやつの時間に、チアを食べると満腹感が本当にすごく早いので、それを食べていただくとダイエット3日間中にもうお腹が空いてって、もしなんかね、はい、すごくでもせっかく3日間頑張るんだからここでケーキに手は出したくないとかね、いう時にこれを食べてほしいです。こういう感じで。じゃあちょっと今回3日間ダイエットにこのチアシードは欠かせないですね。はい、そうですね。なのでこのチアシードだけっていうのも本当にもうコンビニでもどこのスーパーでもあると思いますので、ぜひコンビニでないところもちっちゃいコンビニだとないかもしれないから、普通のスーパーに行けば、チアシードってありますので、でね、500円ぐらいの小さい袋ので十分だと思いますので、あると思います。じゃあちょっとね、チェックしたいと思います。今これご紹介いただいているのは、スムージーで比較的甘みがあるものかと思うんですけれども、ちょっと甘くないものが欲しいなと思うときは、チアシードを昆布茶とかに入れてもいいんですかね。それ混ぜる必要ないと
んですよ。他の時に飲んで構いませんので、はい。なるほど。なんかね、手軽にしたい人は何でも一緒にこうまとめて混ぜる方が簡単に思うんですけど、そうすると美味しくもなくなる場合があるので、あ、なるほど。かえって、美味しくないとやっぱ人間ってやめちゃうんですよ。あ、なるほど。なるほど。じゃあ、チアシードを飲んで、お茶を飲んでっていうのもあり。そうそう、そう、ね、お茶はお茶で用意して構いませんので。はい。はい、で、チアシードはこの飲み物を、まあ、また別にお水とか、まあ、紅茶とかですね、何でもいいんですけど、はい、飲むことでお腹の中でまた膨れるんですよ。水を含むと。いいですね。非常にいいです。ね、はい、ね、本当に体にいいものが入ってるし、はい、ね、よくどうなんかな、お腹だけ膨らませるだけ海藻とかね、ああいうものだったら、はい、やっぱり栄養がやっぱりこう補えないくなってくるじゃない、ね、寒天とかね、はい、そう思うとチアシードだったらやはり鉄分とかそういういろいろな必要なものも含まれてるっていうので、そうなんです、いいですね。で、寒天のような形で食感の口当たりと喉越しがありますから、もうスーパーフードってこう一気に取れる便利さと楽ちんに栄養もいっぱい取れるっていうことですね。いいこと、ありがとうございます。はい。はい、なんかね、今日本当にスムージー、紹介していただいたんですけれども、後でまたね、この、ローフード革命っていう、この、ナオミさんのこう書かれた本も、言ったらこういうこと載ってましたかね。あ、そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと後でまた、これを紹介しますね。はい。はい、今、お写真をご紹介している、流れで、ちょっと、お話は変わるんですけれども、はい、こういった、はい、これは、はい、沖縄の、ま、こんな、感じで、はい、これは、なんて読むんですか？これ、三つの板って書いて、はい。サンバって読みます。サンバなんですね。はい、サンバさんのサンバだって3枚の板なので、3つの板って書いてあって、こう 手の指先に何かね、3つの板みたいなぶら下げてると思うんですけど、そうそうそう、この絵でね。そうそう、これ沖縄の、はい、今写ってる写真も3枚の板って書いてサンバっていうものなんですが、板は板でも、上の写真の写真の上の黒っぽいものはクルチって言いまして、はい、三線っていう楽器の作るときに、絵の部分に沖縄では一番伝統的に使われている木は黒い木と書くクルチっていうものなんですね。これ自然の色なんですか？そうです、自然のもの、まあ、多少加工して売ってるのもあるんですが、これは自然のものなんですけど、その余ったで形成して三線を作るときに木を削りますので、はい、柄の部分で残った木がこのもう一つ沖縄の伝統楽器に変身してるんですね。へえ。でサンバっていうのは、まあ、沖縄のなんていうんですかね、民謡とか、なんかエーサーとか、いろんなところに自然に入ってるからそんなに気にしなくても耳にしたり、あ、そうですね、なんかどっかで鳴ってるよねって思う人はいると思うんですが、そう、なんか踊りながらを鳴らしたりとかされてなかったですか？そうですね、いろんな方がいて、名人もいるぐらいなんですよ。そうなんですね。今、ナオミさん手にお持ちですか？はい、持ってます。ちょっと、ナオミさんに変えますね。はい、あ、こちらですね。はい、あ、本当に綺麗な音。これ1枚、2枚、3枚、3枚板がありますので、はい、うんうん、3って。はあ、なるほど。これちょっと大きく響くかと思うんですけど、軽やかな音で、まあ、わからない、初めてという方には、沖縄のカスタネットですよってお伝えしてます。なるほど。はい、リズムを取る楽器ですね。いろんな音楽に合わせられるので、沖縄では小学校 の伝統楽器をちょっと扱う時間なんかにはよくもう使われてますし、修学旅行が全国から沖縄って今たくさん来てるんですけど、はいはい、三線はね、やっぱりすぐには難しいんですけど、はいはい、沖縄の楽器の一つとして体験ってたくさん今このサンバの体験って流行ってるんですよ。はいはい、でこれはね、
民謡でもいいし、ポップスでもいいし、歌謡曲でもいいし、演歌でもいいし、はい、クラシックでも合うし、ええ、それから何て言うんですかね、いろんな海外のワールドミュージックも合います。で、これはこうやってただこんな風に指に、はい、ただこの指に、ええ、乗っけてるだけですね。ええ、乗っけてるだけなんですけど、いいですね。すごいうまいですね。この鳴らし方もいろいろ工夫をするといろんなリズムが生まれるので、すごいですね。音楽に合わせて楽しもう。沖縄の伝統楽器をもっともっと世界に広めよう。そしてこれはちっちゃいですね。例えばこう手に入っちゃいますね、はいはい、なので女性だったら口紅1本をバッグに入れるように、みんなバッグに入れていけば沖縄を全国どこに行っても沖縄の楽器ですということでお伝えして、そしてちょっとぐらいなら誰でもすぐ鳴らせるようになって、綺麗な、ね、音色ですね。ありがとうございます、はい、これをみんなに伝える日として語呂合わせなんですけど、なるほど、3月8日は3と8で耳で聞くとサンバっていうことで、なるほど、サンバの日、明日ですね、はい、でこれを、そうなんですけど、これは、さっきご紹介してもらってる分はこれは、どうですか、はいはい、明日これは、毎年必ず3月8日にサンバの日というのを記念日として、沖縄でイベントをやってきて今17年目になるんですね、はい、で皆さんがどこかで聞いたことがある三振の日っていうのはこの間終わりまして、3月4日だったんですね。三振、はい、はい、で3月4日の三振の日っていうのは結構大阪だとか関西からも中継があったりですね、いろいろな、ワールドワイドなで全国ならぬ世界中の中継で愛好者とね、はい、あるいは出身者と結ぶということで、沖縄県内ではすごく話題が盛り上がるんですが、はい、もう何日か後、たった4日後にこのサンバの日っていうのが来るんですね。で、このサンバの日は、実は私はもう17年間ずっと毎年司会をしてます。なるほど。それで、じゃあ、明日は司会をされるんですね。はい。いいですね。きっかけはですね、私は料理なんかでも習いに全国に飛び歩いちゃうぐらい、はい、もう本当になんか気が向くとポンって行っちゃうんですけど、そういう時にも沖縄の話題も伝えたいし、沖縄の魅力として沖縄っていうのの一つにこんなに気軽に持ち歩けるのかなと思って、いろいろずっと前から思ってて、三振はね、弾ける人弾けない人、持ち歩くのも大変とかいろいろあるんですよ。そうそうそうね。でお値段もね、なんか高価な、はい、でもサンバだったらポケットに入るので、男性だったらね、仮ゆしウェアっていうのに胸のポケットに入るんですよ。でちょっと前までそういうところに男の人ってタバコ入れてる人多かったんですけど、タバコよりサンバを入れていこうよっていうことで私は健康的にもこれをやるとみんな弾むんですね、気持ちがリズムに乗って。いいですね。そしてなんか貸してって言って交流も生まれるんですよ、そしてなんかちょっとじゃあ叩いてみようかっていう感じで音を出すと、見知らぬ人でも振り返るし、いいね、子供が注目するし、醸造教育にもすごくいいんですね。指を使うのでそろばんが頭にいいっていうのと同じで、はい、サンバはボケ防止もすごくいいんですね。いいですね。こうリズムに乗りながらね。はい。そう。ぜひこういう日もあるというのをね、せっかくのこの機会なので、明日っていうこともありましたので、はい、ご紹介できたらと思ってたんで。ありがとうございます。で、ここの写真にいろんな人が小さく四角い写真に写ってるのは、はい、みんな沖縄で有名な民謡歌手です。ああ、そうなんですね。はい。で、民謡の歌に、はい。ここに映ってるのみんな民謡歌手ですね、もう与那覇徹さんなんていうのが下の一番端によりますが、はい、全国飛び歩いてる若手のもう重鎮ですね、こういう方はもうこの方も与那覇さんもずっと17年間この活動を一緒にやってて、サンバ教室っていうのは広島あたりでも今盛んにこのいつみグループさんなんかたくさんやってますよ。沖縄から飛んでいきます。
で名古屋あたりにはあのトーマーさんとか具志堅さんなんかも飛んでくし、もう今この沖縄の三線と合わせて楽しめるし、サンバだけでも沖縄の料理店さんとか、沖縄の音楽が好きな人、こう一口としてこう、ね、一緒にやりやすいんですね。そして本当にこの身軽に沖縄の音としてリズム、独特な沖縄のこうなんかね、民謡調みたいなものもこうカチャーシーって言われるこうなんかこうね、みんなで踊るっていう時にもリズムとしても楽しめる楽器として、私はあのとってもいいものだなと思って、あのもう本当にこれは沖縄応援ということで司会をね、させていただいてます。そうなんです。あの直美さんは実はあの司会者なんです。はい、まあ、でもあのそんなにあの、ね、あのどっちかっていうと、もういつも今はお料理とか最近はそう目立ってしまっているんですが、私はあの沖縄のことが全国で PR できればいいなと思って、そういうこともやってます。ありがとうございます。あの、お銀さんがね、そうですね、ローフードの先日のチョコレート、はい、これね、あの作っていただいたみたいなんですけれども、あ、はい、あのなんか一度ちょっとあの温めちゃったっていう話をちょっと伺ってて、やり直していただけたかなと思って。そうですね、加熱して失敗しましたって、はい、で成功しましたっておっしゃってるんで、2回目はあの失敗したけれども、はい、美味しかったですって。よかった。あのね、やっぱり温めると酵素もなくなっちゃうから、なるほど、そして簡単なんですよ、冷やす方が。あ、なるほど。で、その私はまだあのしてないんですけれども、じゃあお水でこうあの溶かせば、ココアみたいな感じで飲めるんですか？あのキャラメルパウダーに関してはですね、あのそうです、あのお湯で溶いていただければ全くココアになります。あ、お湯で溶けばね、はい、でもお湯で溶いたら、その、酵素がなくなる。そうなんですよ、そこはちょっとねあれなんですけど、ただあのココアという飲み物を他で買ってくることに比べれば、はい、これはキャロブパウダーというお野菜を使ってチョコ味、はい、チョコ風味を楽しみながら栄養はたくさんあるんですよ。食物繊維とかノンカフェインであるとか、とかカルシウムが取れるとか、はい、でココアはそういうわけにいきませんので、そこを比較すればダイエット的な飲み物として最適です。なるほど、いいですね。じゃあこれも取り入れていきたいと思います。はい、はい、次、白い鳩さんなんですけれども、はい、おはようございます。万能酵母をネットで検索して、はい、作って飲んでますということで、やったで化粧水にも使って場合を塗って、化粧水、あ、この酵母を化粧水に使って場合をあの塗られてるんですね。で、そうすると、まあ、ちょっとこれあの数字がね、これあの読めないんですけど、何週間、になりますが、そうですね、排便がすごくすっきり、そしてお肌は、鼻の横にニキビができましたが、今はピカッとしてきました。あのニキビとか吹き出物が出ることがありますが、それ大丈夫ですよ。あのね、はい、好転反応っていうんですよ、それ。あ、なるほど。体の中に何かしら長年にわたりですね、出にくくなっていた体には必要のない成分をニキビとか吹き出物で追い出そうとしてるんです。なるほど。その追い出そうっていうことをしてくれるのが万能酵母ちゃんの玄米菌なんですね。なるほど。やっぱ菌は偉いんですよ。でも皆さん嬉しいですね、早速ここで実際にやってくれてるって。そうです。私は全然できてなかったけど、あの早速やってみたいと思います。私もね、嬉しいですね。はい、でも本当にあの失敗されてもお銀さんもね、もう一度っていうことでやってくれたのすごく嬉しいし、万能酵母の化粧水を私も使ってますので、あの本当に使えばね、分かるからやめられなくなります。私もね、万能酵母はあの以前あの直美さんから送っていただいて、はい、それはね、化粧水にね大切に使ってたんですけど、もう終わります。終わりました。
いや、本当に、いいですよね。で、あとね、おから体を洗うのにもいいですよって言って教えてもらってたので、まあ、朝なんかはそんなに顔がお化粧してるわけじゃないんで、万能酵母をこうお顔につけて、ちょっとそれから洗うとすっきりしますね。もうね、万能酵母だけでもいいぐらいではあるんですけど、ちょっとね、気になると思うので、こう、ゆすいでいただいていいと思います。なんかスキッとしますね。あと、はい。そうですね。お銀さんね、3回目で成功したっておっしゃってた。2回失敗したね。美味しかったです。ね、ほんとね。まあ、今日は本当にダイエットの、素晴らしい情報、いろいろ、お聞かせいただいててありがとうございます。はい。で、ちょっと、まあ、お写真を見ているついでに、ちょっと見ていきたいと思います。はい。そうですね。これは、これはその金沢に行きましはい。た。そしてお醤油屋さんの蔵元の見学に学生としてですね、見学、一般の方はもう絶対厳しくて入れないんですが、この学生として八甲大学っていうところに行きましたので、授業として勉強に寄らせていただいて、まあ、いろいろな話を聞いているところです。なるほどね。なんか、すごいですね。この、足元とか頭とかキャップ。髪の毛もやっぱりですね、これは本当に今使ってる場所に入ってるので、もういろいろ難しいことがあるので、きちっとやらないといけなないるですほど。ね。こちら、これ私です。この樽、大きな樽ですね。これが醤油を作ってる樽になるんです。で、私は上に登らせてもらって、どのようにその樽の上にまで菌が勢いよくこう活発になることで、上にこう酸膜酵母とかですね、生まれてきてる様子を見たり、香りも立ってます。そのもうね、漬け込んで発酵させてるっていうことで、もう上に行くとやっぱ香りって上に行きますので、なおさらこの香りがすごく来るっていうのを実体験させてもらってることと、昔からの蔵でないともうこういう木の樽ってなくってですね、沖縄で言えば青森なんかもそうですが、この発酵っていう文化はですね、今タンクっていうものに変わってきちゃってるんですけど、木の樽っていうのを老舗だからこそこちらはあって、昔の日本の技術で釘も一本も刺してないから錆びたりしないんですね。なる味ほはど。どんどん染み込んでいくんだけど、そこには菌も入り込んでいくから、この木の樽自体に釘一本もない。そしてだから安全安心に今でもこう漬け込んで食品として完成させられるっていう、その菌すべてを、長年のずっと昔からの菌も生きてますよっていうことの活用なんですよね。すごいですね。すごいですね。お醤だから、油ですか、これは。お醤油、醤油。で、こちらは味噌も醤油も作ってるので、同じようにこの樽でいっぱい作ってるんですけど、いやもう本当にもうこの木のところからいろんな香りだとかいろんなものが出てくるっていうのも一つのこう味わいになるんですね。素晴らしいんですよ。いいですもう今はみんなね。機械で、どこのメーカーさんもほとんど作っちゃうので、機械化されてるの仕方ないんですが、ここはもうこういう昔ながらのやり方っていうことですね。こちらですね。まあ行ってきたところのね、なんまあか美味しエンディそうングな。に会社名が書いてあいやるんいですや、けど、まあでもまあ、金ね。沢っていうところは北前船っていうので、いろいろな食品の流通が海を通してね、いろんなことが行き交ったっていう歴史があって、ここの港を利用していろんなものを下ろして、またそこを発酵させてっていうのもあったっていうような話もありましたね。まあ、一度ね、ここのお醤油ね、取り寄せて、食べてみたいなと思いますね。そうですね。ここはですね、皆さんにとっては観光地になっているので、結構知ってる人は全国から見に来てるみたいです。そうなんですね。私もね、全然ここっていう意識はなかったんですが、どこかのテレビ番組で醤油のアイスクリームができたっていうのを見たことがあったんですよ。私も聞いたそこしとあたりらます。ここが発祥地だったんですね。えお醤油のアイスクリーム美味しかったですよ。えー、なぜ美誰、味しいかっていうのと、そのまたその醤油のアイスクリームにお醤油をかけて食べるんですね。そのかけるお醤油もアイスクリーム
の醤油って言って売ってるんですよ。まあ、美味しかったんですけど、発酵の力なんですよ。へこれもね、まあ、今風にアイスクリームだとか、そのアイスクリーム用のお醤油だっていう名前を変えてるんだけど、もともとは結局長年熟成発酵させたものを使うから美味しいんですね。化学調味料が入ってるようなものを使ったんじゃ美味しくないんですよ。なるほど。これがね、隠された歴史であるからできる技なんですね。すごいですね。と思いました、ね。まさか醤油のアイスクリームが美味しいなんて思いもしないんですけど、美味しかったです。ああ、なるほど。いやね、私も昔からなんかね、何年か前ぐらいにね、聞いたことあるんですけれども、ね、ね、ここが発祥地で旗が立ってましたよ。そうなんや。ね、いいですね。じゃあまたちょっと、ね。日本人の食生活にお醤油っていうのは欠かせませんよね。そうですね。だから多分、ね、いろいろ機械化していってしまうメーカーもあるけれど、分かってくると思うんです。今野菜にしても果物にしても、日本人が求めているものや世界中が求めているものはオーガニックであったり、はい、農薬がない方がいいよねって分かってきてますよね、だけど値段が高いから買いにくいとか、なかなか売ってないよねって言って我慢してる部分もあると思うんですけど、はいはい、こういうお醤油や味噌にも実は添加物が入ってる方がスーパーに並んでるんですよ。そうですよね。そういうのはなんで入ってるかって言ったら、保存料だとか防腐剤を入れないと長期間棚に並べて売ることができないからなんですね。なるほど。だけど本物を作ってるところに行けば、材料から有機野菜とか有機大豆とか、なるべくこう無農薬だとか畑の主も分かってるとか、そういうのそりゃいろいろご苦労なさって歴史をつないで、そして仕込んで何十年何百年っていう樽も受け継いでっていうね、いいですね。こういう歴史はもうこれから先は逆に最先端になるよって思ってます。そうですね。いや、うちもね、主人はお醤油にちょっとこだわって、あ、うん、なんか 2箇所ぐらいからね、お醤油ね、このお醤油はこれとかって取り寄せてる。そう、味わいとかもあると思いますし、発酵食大学っていうところで習ってきた日本の醤油の歴史は面白くてですね、関西の人は薄口醤油とかよく使われたりするんですけど、特にお出汁系なんかに、ね、薄口だとか使われるんですけど、関東から東北、北海道にかけてはそういう文化は少なく育っていて、濃い口醤油っていうのが好きなんですよ。そうそうそう、はい、でそれからですね、たまり醤油って言って、ちょっとゴトゴトした感じで、濃いめの味なんかは東海地方が好きなんですよ。はい、伊勢神宮とか行く、伊勢とね、うどんもなんか絡めるだけの風がありますでしょ。はいはい、ああいうのが東海地方が好きなんですね。でみんな地域でなぜかって理由はあるんですけど、それがみんな発酵の文化なんですよ。だから、まあ、育った地域にたまたま私はそこに生まれているかもしれないけれど、そこに奥深い日本の歴史と、そこに生まれてきた食品には歴史があって、でなぜそこではそうなったかっていう、実は全部理由がある。面白いんです。だからよく引っ越しなんかすると、例えば九州で私が旅行に行った時にお醤油があんまりにも甘くてびっくりしたことがあるんですよ。なんで砂糖が入ってる、このお醤油砂糖が入ってる、びっくり、お刺身にお砂糖なんかつけませんよって言って驚いたんですけど、九州の人は甘い醤油じゃないと醤油って思わないんです。お砂糖が入ってるんですか、九州の。お砂糖といいますか、糖分がすごく強いんですね。それぐらい違うんですよ。で関東の人が関西に行くと、見た目も薄いし、そう、なんかうどんなんか色も薄いしって言って、お醤油自体が違うから色が薄いのに、なんか味がついてないんじゃないかって疑ったりとかね。そうそうそう、関東の人はね、薄口醤油っていうのは、色は薄いけどしょっぱいんですよね、塩辛い、ね、そうなんですよ、だけど関西の人はそれがまあお好みだったり、歴史的にいっぱい使ってるんだけど、関東の人は色も濃くつけるし味も濃くつけるんですよ。そうそう、いや私とかも母がいた頃は薄口醤油と濃口醤油はちゃんと使い分けして家にあったんですけれども、で、まあ、ね、お国柄っていうんですけど、お醤油一つにとっても日本人は知恵があって、
日本には寒い地域、暖かい地域ってやっぱりいろいろあるので、そこに合ったものを作ってきてるんですよね。なるほどね。だから地域によって味が違うとか、濃い薄いもそうですけど、はい、いろんな味があるから日本は豊かなんですよね。なるほど。とても豊かで外国人がだからびっくりしちゃうんですよね。はい。本当ね、まあ関西はね、なんか色合いとかをね、こだわる、見た目をね、こだわるので、はい、そこが関西ならではですよね。はい、ですね。まあ、京都とかね、多分そうかなと思うんですけど。はい、やっぱりめでるっていうのも食べる食欲にもなるし、そうですね、気持ちの喜びにも変わりますので、そうですね、はい、食はね、本当に心と体がだから一つですね。はい、ありがとうございます。はい、そう、そう、めでる、めでるものが、出てきたんですけれども。はい、これなんか丸いね、感じの器に入ってるで、上にバナナが乗ってたり、ブルーベリーだとかクランベリー乗せたり、あとクルミとかあとヘンプシードっていうのが乗ってるんですが、隙間に緑色が見えると思うんですよ。はいはい。それはスムージーなんですよ。あ、なるほど。今世界はですね、スムージーは飲むというよりも食べるスムージーが流行ってまして、先ほどのチアシードにもお話ししたように、チアシードとスムージーを2つの層に分けて、すくって食べると食感が面白いんです。はいはい。お伝えしたように、はい、スムージーってただ今までずっと来たのは、飲むだけみたいな感じで、ごくごくって飲んですぐ終わっちゃってたんですけど、はいはい、そうするとなんかこうね、食べた気がしないとか、はい、食べてるんだけど食べた気がしないっていうとか、うん、はい、なんかこう飲んでるだけでつまんないという人がいるわけですね、はい、そうするとどうするかっていうと、スムージーをデザートボールみたいなものに移し替えて、こんな風にすると、実はサラダボールって言って、こうよくサラダがボールにいっぱいこう、ね、盛り上がってる、はいはい、いろんなお食事どころのメニューがあったり、はい、サラダを自分で取りに行くバイキングっていうのがあったりすると、自分でこういっぱい、ね、盛り上げてこれるんですけど、はいはい、それのスムージー版になります。へ、なのでベースはスムージーを作るんだけど、いろんなものをトッピングすることで楽しみも栄養も増えますね。なるほど。そして食事的に噛むという動作が増えます。あ、そうすると見た目と心の満足が倍になる上に、うん、噛むということですごく胃袋的なところの満足度も上がるということで、全部これは生物で載せてます。一応そのスムージーを食べられるときにはもう生の組み合わせが最適なんですね、はい、酵素を取れますから、はい、でバナナ入ってるスムージーでもバナナを載せたり、だから、くるみっていうのはナッツなんですけど、生のナッツ類を使えば酵素が生きてるので、くるみを砕くと食感があるとか、なるほど、なるほど。真ん中辺のベリー類はドライフルーツのレーズンを真ん中に乗せているのと、赤っぽいのはグランベリーとかブルーベリーとかで、その冷凍食品にもありますね、はいはいはい、果物の実が、でそういった全部酵素を生かしたものをトッピングすることで、全てに栄養がたくさんあるので、相乗効果でさらにワクワクしますよ。今日は何乗せようかなとか。なんかね、スムージーを作る方ね、よくフルーツとかを冷凍していくじゃないですか、はい、で、それで、まあ、うちも知ってたんですけど、やっぱりすごく冷たいものがお腹に入るっていうのがあるんですけれども、はい、そういうのはどうなんですかね。で、冷たいのが気になる人は、しばらく外出してから使えばいいですね。なるほど。溶けてからとか、まあ、溶けすぎちゃうとドロドロになったらあれなんですけど、うん、バナナも今は冷凍できる時代だから、逆に言えば一番味が糖度が高くなって酵素も多くなって周りが黒くなってくると、はい、スイートスポットって言って美味しいお知らせが出た頃がいいので、はい、でもその時に食べないなっていう時なんかもう皮を剥いて冷凍しておいた方が後で美味しい状態をもうキープしたまんますぐ食べれるので、腐らせずに美味しいうちに冷凍しておくっていうのはこれまた人間の知恵なので、はいはい、とってもいいんですよ。まあ、で冷凍なら酵素は壊れない。壊れないですね。冷凍なら壊れないですね。で、冷たいっていう方はちょっと間を、まあ、5分でもいいから外に置いておけば少し溶けてきますよね。いいですね。まあ、そういう形でまた使うっていうこともいいし、まあ、夏場になればちょっとは冷たいのも意外と美味しかったりするんですけどね。そうですね。そうですね。ね、まあ、こういうスムージーの
といいですね。ね、はい、はい、楽しんでもらいたいです。バリ島にですね、はい、私ローフードの勉強に去年の今頃ですかね、1週間くらい、はあ、向こうのいろんな方々と勉強するっていうのに行ったんですね、はい、現地でローフード、すごくバリ島は自然にいっぱいあるんですね、はい、でそこで1週間研修っていうのに行った時には、このサラダのボールのようなものがもうすでにあちこちでバイキングのような形で用意されてて、スムージーも普通にいっぱいあって、こうバイキングに並ぶようにまず入り口にスムージーを入れるためのボールがあって、この白いようなね、ボールがあって、器がちょっとどんぶり形式のものですね、はい、あって、はい、でスムージーも何種類か選べるんですよ。グリーンスムージーだとかブルーベリースムージーだとか、うん、フルーツミックスだとか、例えば ABC って書いてあるから、まあ、A が好きだなみたいな、じゃあ A って言って A をここに入れてもらって、そしてその先にはそのケースがいっぱい並んでて、果物とかナッツとかその野菜も全部並んでて、自分でトッピングできるんです。一だけトッピングして最後にこういくらですっていうところ持ってきて、いいですね。そうするとですね、楽しくてしょうがないんですよ。そう、私何食べようかしらっていう感じで、でもすでに去年のバリではもうスムージーボールは当たり前にありまして、日本はようやくなんですね。ようやくで、よくローフード取り入れられているロサンゼルスとかサンフランシスコっていうアメリカの方でも、スムージーボールはやっぱり去年一昨年かな、去年一昨年行った時にはもう当たり前にあったんです、ね、同じように。でバリ島のアジアにも去年には当たり前にあったので、どんどんスムージーってお店自体はちょっと見かけなく外国ではなってきて、スムージーボールっていう方がこうファミリーでも子供もデザートみたいに栄養も取れるし、はい、青汁とか言わないでもね、食べてもらえるし、みんなでデザート的にこうおやつにケーキを食べるようにカフェに入って、でケーキっていうとやっぱりね、いろいろ考えるところもあるから、スムージーだったらヘルシーで、その消化もいいので、栄養もお家に帰って取れない栄養もスムージーで食べとこうとか、いいですね。いいですね。はい、おすすめです。私これ大好きで、はい、大体朝こうなんかスムージー作ったらバナナ乗せたり、ヘンプシードっていうのを乗せたり、いろいろやります。ヘンプシードも、まあ、よく売ってますかね。朝飲みですね、ヘンプね、はい。で、そのシードって種なんですけど、はい、今もう袋で売ってたりするんですよ。チアシード、ヘンプシードって。まあ、スーパーで買えちゃうんですよね。じゃあちょっとね、私たちも、ダイエットの時にはこういうものも取り入れながらね、していきたいな。スムージー、先ほどの胡椒を乗せてもいいんですよって言った、はい、コップタイプのスムージーにちょっと乗せるだけでもいいんですよ。なるほど。だいぶ違いますよ、食べた感じが。そう、じゃあちょっとね、この辺も取り入れていきたいなと思います。はい。はい。ね、じゃあちょっと、はい。あ、はい。ナオミさんに戻りました。はい。ね、バームクーブはあんこさんの化粧水で、そう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 、私慌てて出しました。こんな風にスプレータイプのもの、はい、入れておくと、私今回ちょっと金沢行く時も持って行って、今半分ぐらいまだ残ってるんですけど、はい、100円ショップのようなとこでこういうの携帯スプレー売ってるので、これでもシュッ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 ってこう周りにかけることも可能だし、顔にこうやってかけることもできるので、ね、いいです。飛行機で顔が乾燥するとか、マスク内側にちょっと湿らせておくだけでも万能酵母菌が働いてくれるから、なんかちょっとウイルス持ってる人とかいても強くなるような気持ちで十分発揮してくれますよ。はい、この白いハトさんなんですけれども、今たまたま万能酵母を作って、最終希釈しようとしたら、はい、そこに白いもやのようなものが溜まっていました。前回作った時は酸味のある香りでした。今は薬草のような香りがしています。腐ったのかしら、はい、っておっしゃってます。万能酵母は腐るというよりも発酵食品になりますので、生きておりまして、はい、変化はします。で、お家の温度とか湿度によっても毎回同じようにできなくっても安心してください。で、一応無期限。はい、使えるものです。ただ、はい、食べるとか飲むとかっていう方のお料理にも使えるものなので、味わいがお好みじゃないようなタイプにできた時には、それこそお掃除の雑巾掛けをする、雑巾を洗うものに使うと、すごく雑巾がすっきりきれいになりますよ。あ、そう。
お風呂に入れる方の入浴剤として使ってもいいので、あの何か浮遊物が浮いてきたり白っぽいもの、私も時々なります、うん、でそれはあの結構期間長く置いてたものとかになります、はい、であとはその匂いが変わるっていうこともありますが、ね、調味料的に食事で使うとなるとそこは気になるとは思いますが、はい、腐ったわけではないので、あの他の用途でいろいろ使ってください。でどうしても気になるって言ってもこれもったいないので、そしたらあのお台所のシンクに最後夜寝る前にちょっとそれで拭いてあげるだけでも、あの雑巾とか布巾を洗うようにそれでシンクを拭き上げてあげるだけでもカビの寄り付きが全然変わりますというか来ない。あとなんか、まあ、1回じゃダメですよ、これを毎日というような感じですけど、植木とかにはどうですか、ね、植木お花とか。あ、植木はね大丈夫ですよ。あの畑に撒いてる人たくさんいます。そうすると畑が何か作ってらっしゃる方がいいものができるんです。なんとなくそんな気がしたんでちょっと聞いてみたんですけど。はい、植木ですね。はい、あとあの白いハトさんね、実は長年悩んでいたフケと頭皮の痛みが3日でなくなりましたって。これはびっくり。そうそう、頭皮にも万能酵母のスプレーをシュッシュッとつけていました。そうなんです。それと、シャンプー もうこれにしてください。シャンプーっていうシャンプーが本当に肌にあんまり良くないんですね、あのメーカーの方に申し訳ないんですけど、本当に化学物質が多いんですよ、シャンプー類はね。でこういったものでやるとそのもう今の嬉しいですね、毛とかそういうのもなくなる方もいるし、髪の毛も生えてくる方がいるんです。菌が菌を元気にしますので、本当の自分の作用を起こしていきますね。ね、まああの白い旗さんね、うまくこう取り入れていただいてね、なんか良かったですね。本当に。どんどん使うといいんですよ。ケチケチしないね。いっぱい使う。しょっちゅう自分に振りかけるといいし、髪の毛もどんどんかけていいんですよ。はい。ね、本当はあの、直美さんお元気ですもんね。昨日帰ってこられたんですか、あのお勉強から。あのやっぱりこういうのいろいろ普段から万能酵母だとか、はい、あの使ってるっていうこともあると思うし、その発酵食品とか、はい、それから酵素ですね、はい、酵素を食べるっていうことを意識してるっていうことも皆さんの健康にいいと思いますし、あのあんこさん残り時間も気になる頃なんですけど、あの私あのもうすぐ3月11日が来ますよね、はい、そうするともうニュースでまた何年目だとかいろいろなニュースが出るので、はい、あの気になるのがやっぱり日本ってちょっと情報が閉ざされてる部分があって、放射能の影響とかってもうあんまり言わなくなっちゃったりとかいろいろ言うじゃないですか、はい、でもやっぱり空には扉はないしシャッターも下ろせないので、いつどんなことが起きてどのような作用がどこの地域にもあるかって心配だと思うんですね、はいはい、でそんな中で発酵食品のお味噌をぜひ皆さんにあの毎日のお食事に1回ぐらいはぜひ入れていただくと、あの長崎とか広島の原爆に遭われた中で直撃地に近いところにいた方でもたくさんの本が残ってますから、お味噌を食べてきた人たちって全然あの体の影響度が違うんですよ。ゼロに近い人もいます。ですからこれから私たちは健康、発酵食品で体の筋力を頑丈にするっていうことを大事な中で、はい、酵素、酵母、発酵とても大事です。なぜなら化学薬品が溢れすぎてるからね、もういろんなものに。でそういったものを追い出していって自分の体を強くするために、また万が一のそういう科学的な大きな作用が自分の近くに来た時に自分がこう対応できる、自分自身で自分を強くできる方法ってやっぱ食べ物なんですよ、はあ、食べ物で体が強くなるので、はい、ぜひあのお味噌はすごくあのいいので、お味噌のデトックス力はがん予防にもなりますし、はい、若返り予防もありますので、うん、あのぜひですねダイエット食にもおすすめですので、はい、3日間ダイエットってお伝えしている中で、はいはい、お水をたくさん飲んでほしいなっていうのを最初の方にお伝えしたのを一つですね、はいはい、酵素をたくさん意識して
朝の時間に果物をかじるでもいいので、はいはい、あとはスムージーとかで、はい、そしておやつの時間もチアシードとか、はい、この果物を組み合わせてデザートみたいにして食べてもいいということありましたが、はい、もう一つ実はお味噌汁、うん、ぜひ飲んでほしいと思ってるんですよ。お味噌汁もぜひ、はい、あのお昼とか夜とかに、はい、あの具は実はこの3日間だけはあんまり入れないで、わかめ、そうなんですね、わかめがすごくミネラルが多いんですね、はい、ミネラルっていうのはアルカリ性食品になるんですね、はい、で人間は全て万物アルカリ性で弱アルカリ性っていうのが健康の秘訣なんです。あ、なるほど。だけどパン食べた、ご飯食べたって言うと酸性になっちゃうんですね、体は。はい、そういう酸性食品は、あと動物性食品がお肉だとかですね、酸性なんです。ところが海藻類、はい、お野菜類、はい、果物類はアルカリ性食品なんですよ。うん、なので人間のお食事をいろいろやる中でもバランスバランスっていうけど、何がバランスかってもう分かりにくい時代になりました。はい、はい、単純品目難しいし、はい、そうですね、だけどアルカリ性であることは全ての科学、医学においても共通です。はい、だから体に傾いた栄養素を取っていたらずっと酸性でこう傾いちゃうんですけど、はいはい、アルカリを取ってくるとグググググって持ち上がってきて真ん中に来るわけですよ。ね、体を強くするっていうのは自分の中身がしっかりしてないといけませんので、はい、アルカリ性食品としてわかめを入れた味噌汁を飲むとすごく真ん中に保てるのを気軽にって、またホッとするでしょ、味噌汁。はい、そうですね、はい、野菜野菜っていう頭でいかなくても、味噌汁も一杯ですね、あの3日間だけはサラサラしたやつでわかめを入れて、はい、あのお昼あたりあるいは夜にでも飲んでもらうとホッとしていいと思うし、お味噌汁飲むと前後にお水が飲みたくなりますから、あ、取れます。はい、なるほど、ね、はい、お水を、だいたい 1.5 リットルは取った方がいいよって。取った方がいいんです、ね、これで1リットルでは足りないんですよ、はい、意外と取れないっていう人が多いんですが、安藤さんは大丈夫そうですかね。いやでも朝は飲むけど、その後はそんなに意識してなかったかもわからないので、これからはもうあの3食ちゃんとね意識して取るようにして、はい、あと今日教えていただいたチアシードとかね、はい、そういった酵素をもうどんどん取り入れれるようにしていって、はい、したいなと思いますね。はい、ね、あとそうですね、またあのシオン悦子さんね、はい、あ、まあ、これは白い鳩さんへのメッセージですね。はい、なんかあとちょっと最後にこの幸せの玉手箱なんですけれども、はいはい、ちょっと、コマーシャルさん。はい、はい、この幸せの玉手箱、今度3月の20日、もうすぐなんですけれども、沖縄で、開催させていただきます。もうね、たくさんの方がもう来てくださって、ブースはもう65以上のブースになって、は80人ぐらいかな、まあ、集まってくださって、はい、そこで、また直美さんが、今度は、まあすごくいいお話をしてくださるんですけれども。はい、万能酵母液ね、作り方だけでなく開運になるっていう、手相まで変わってくるって書いてあるんですけど、はい、そういったこともねちょっとお聞きしていきたいと思います。はい、あとその後会場の中では今スムージーの話出てましたけど、はい、スムージーの作り方っていうかね、スムージーを作ってもらったり、はい、ポイントですね。そうですね、で、あとチョコもポイントで、美味しいおやつ、健康おやつ、はいはい、そこを使わないチョコですね。そうです、ローチョコをね、教えていただくワークショップもありますので、はい、ぜひ3月20日ね、お近くの方は来ていただきたいですし、もうみんなに、はい、北海道からも来られるんですよ。あ、本当ですか、嬉しい。北海道とか東京、大阪、はい、そう滋賀県とかそういったところからも、皆さん来られますのでね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ブラッサイの寺子ホールも沖縄では有名ですから、みんなもう場所知ってますから、沖縄県民も皆さん来てください。はい、本当ぜひねよろしくお願いしますということでね、また、ね、本当にどんどんなんかお話を聞くたびにね、なんか意識がなんか健康になってくるような気がするんですけど、はいはい、私は実践していきたいと思います。ありがとうございます。
ね、もうそろそろね、本当に私の場合はこう体が肥えすぎると、やはり体も心もね、やっぱり健康でないとね、スピリチュアルと言えないのでね、そういうふうになりたいですし、あとこれからね、まだ間に合いますもんね、入本当学にこの式。酵素類を食べたり、菌類ですね、その発酵菌的なものを取っていくと、体を動かしたくなるのが自然になります。なので、食事を変えるだけで、そういう気持ちになると、自然に歩くようになったりしますから。まあ、本当にいろいろ貴重なお話をありがとうございます。ね、また次回もね、またね、こういったお話をね、お聞きしたいと思いますし、また皆様も、まあ、なんかちょっとこうね、聞いてみたいなというようなことがありましたらね、またご連絡いただきましたらね、お話をお聞きできるかなと思ってます。ね、これからもどうぞよろしくお願いします。じゃあ今日は皆様お聞きいただきましてありがとうございました。ね、ぜひ、ダイエット、ね、あと健康にっていうことでね、今日お聞きしたお話を取り入れて、していきたいなと思ってます。じゃあ、ありがとうございます。ちょっとね、また音楽を聴きながら皆様とお別れしていきたいなと思っています。ちょっとお待ちくださいね。なかなかこういうのがね、私全然スムーズにいかなくて すいません。本当に今日はどうもありがとうございました。じゃあ、よろしくお願いします。